はい、こんにちは、ピカーです。というわけで今日はね、ユーロトラックシミュレーターやっていきたいと思います。で、ユーロトラックシミュレーターね、運転すっげえ難しいのね。トラック運転手って言ってしまえばさ、 F1 ドライバーよりさ、ずっと車運転してるわけじゃん。そらうまいわな。なんでシミュレーターはさ、練習すればなんとかなるけど、こればっかりはね、ほんと練習してなんとかなるような気がしないので、まあ、そんなわけでね、まあ、俺なりにちょっと楽しみ方をね考えました。これハンコンもね、超クイックにしてね、なんとエンジンを1700馬力にしてきました。というわけで今日はね、もうレーサー並みに走っていく。ギアはね12速、まあ最高速はそんなに出ないんだけど、これでねとにかくかっ飛ばしてね行くっていうのをやりたいと思います。綺麗に走るの無理なんで、どんな動きをするのか、1700馬力のトラックを飛ばすとどんな動きをするのかっていう、ただ飛ばすだけの映像いっぱいあるけど、普通にね走ったらどうなるかっていうのをやっていきたいと思います。さあやっていくぞ。あ、でね、ついでにね、なんかいろいろスイッチついてんじゃん、ちょっと切り替えるね。いろいろスイッチついてるんで、ちょっとね、ほらライトね、パッシングみたいな、なんかわかんない、これなんだっけ、ここ何、あ、これかね。で、なんかこれがハザードで、でね、パドルもいっぱいついてて、パドルのね、スイッチがね、裏にね、アナログとかね、いっぱいついてんのよ、これ。だから、なんかね、いろいろアサインしてみた。で、これが、お、車軸が上がる。これが、このボタンがね。車軸の上下。で、これが、なんだっけ、デフロックとか、なんかね、いろいろ、あ、なんだっけ、これ。え、ステアリングしちゃった。ステアリングしてたっけ、もともとステアリングするんだっけ、これあれ、ちょっと上げとこうか。ステアリングするんだ、これ。知らなかった。あ、これすごいね、ブレーキさ、本当にエアブレーキだ。これあんまりやってるとエアなくなるんだよね。なんかこれ音かっこいいからさと思って、エアブレーキのトラック乗ってて、知らずにさ、昔若い頃でなんか、うわ、かっこいい、音かっこいいって言ったら、なんかブーって鳴り出して、なんかブザーが鳴って、 なんだこれと思ってそしたらなんかこうエアが切れてますよっていうブザーだったの。遊びすぎには注意当たり前なんだけど、トラックドライバーにとって当たり前のことなんだけど。さあ、じゃあちょっとね、パーキングブレーキかかってます。じゃあスタートしていく。もう視点もいろいろあるじゃん、これ。いろいろあるけど、もうこれでいいんじゃないかなっていう気がして、これでやっていくわ。でね、もうガーガー言ってもしょうがない。もう俺はレースドライバーだからしょうがない。これでね、めっちゃ速くね、スピード出てないんだけど、え、ちょっと待って、スピード出てねえな。スピードだけ出したいな。待ってね、上に持ってった。スピード出てる。なんか来たぞ。スピード違反。どうでもいい。知らねえよ。ウインカーは一応出す。ウインカー出して。車線変更して。邪魔だ。どけ。どけ。これで飛ばしていくぜ。かっけえじゃん、この。どうよ、これ。かっこよくない？あ、流れる。大丈夫、俺レーシングドライバーだ。流れてもカウンター当てられるから大丈夫。それできる。本当にトレーラーとか全然無理だけど、カウンターは当てられる一応次何、次どっち行けって、そっち行けってか。これフルブレーキングすると、おーすげえ、ドリフトする、まあ、ドリフトっていう感じじゃないけど、ブレーキングすると、おいー、カウンター当てられるもんね。なったそれ。お、すごい、パワードリフトする。あー、ちょちょちょ、待って、大丈夫。こういうのは得意、相手をすり抜けるとか。何の話、どこで争ってる争うとこ違うような気がしてきたけど
いけ、180キロ、もう最高速とかじゃねえんだよ俺は。楽しいなんか分かんないけど、いやもうなんかユーロトラックシミュレーターなんか絵が綺麗になったよね。これどこに向かってんのこれ、分からんけどとりあえずナビに従おう。いいじゃんいいじゃんこれ。あ、こっち、違う違う違う、ブレーキ効かねえ、ブレーキ、おい、いかがゆ、ちょっと待って、あ、すみません、ちょっとごめんなさいね、あ、ちょっとごめんなさい、道間違えちゃったんで、あの、ちょっとすみません、道間違えちゃったんで、ちょっとすいません、ちょっとすいません、ちょっとごめんなさいね。すげえ、なんかブレーキでやっぱりこう挙動としては流れるんだな。フロント荷重がかかって、結局これフロントが重いじゃん、だからリア荷重が超少ないってことなんだよね。だからフロントに荷重がいくとリアがすげえ流れるっていう、ちょっと前見えない、前、すいません、前が見えない。この視点だとちょっと前が見たい。ちょっと待って ETC があることに教わったんだよね、なんか ETC がある、エレクトリックトールシステム、略して ETC。 あ、いけ、サーキットに料金所ないから。え、なになに、どうしろって、あ、ここで U ターンしろって、なんか俺道間違えたんだね。すげえ気持ちいい、流れるのが、ああ、なるほど、止まれー、あー料金所ないから、さっきと。だってガソリンがない。やべえ、ガソリンがないぞ。そんなに燃費悪いのか、この車。さあ、行くぞ。ここ降りるんか。ここ、燃料切れです。なんでどうすりゃいいんだよこれ、燃料切れたら生きるか、燃料切れたまんま降りて、すいません、ちょっとどいてください、ニュートラルでいけるか、燃料切れて、あ、燃料切れたら、え、え、無理でしょ、もう止まったらだってどうすりゃいいのこれ、燃料切れたら、え、燃料切れたらどうすりゃいいのこれ、緊急給油できた、緊急給油夜になっちゃった、お、ガソリンスタンド発見、あそこだ、ここでガソリンを入れる、よいしょ、はい、満タンにします、エンジン停止、ピットインだ、やばいなこれ、難しさが半端ねえな、はい、満タン入りました、峠道入ってきた、いいイニシャル D だぜ、違うか、流れる、ああ、おほほほ、見た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 、今エンジンが、すげえぜ。
すげえぜ、ドリフトしてかわしたぜ。いけるいけるでもさ、よく考えた、よく考えたらこのぐらい走ってる人いるよな本当に言い方悪いけど246とかさ、246のあの山道とかもっと綺麗に走ってるな、みんな。うるせえ、黙れ。おいこうやって、おお面白いじゃん。すいません、失礼します。お仕事ご苦労様です楽しい、なんだこれ。あ、エンジン故障した。大丈夫だ、まだいけるエンジン故障した、うるさい。大丈夫大丈夫、全開しなきゃ平気だ。よいしょー、砂利道走るぜ今度は。うお、流れる流れる楽しい。お、結構、あ、なんかすげえ案外綺麗に流れるね、気持ちいい。エンジンが、エンジンがやばいけど、楽しいけど、なんだこれちょっと、ちょっと下手くそだな、まだ。やっぱ下手くそだな、俺。分かってねえ、トラックのことが。トラックの気持ちになれないもん、まだ。よし、行け。すげえ綺麗だな、でも。ABS ついてない。じゃあここで荷物を積むか。よし。え？え？仕事ないらしい。仕事ないらしい、ここまで来て。マジか。マジか。仕事ないって。もうしょうがねえや。ちょっと別のところ探そう。え？仕事ないの俺。それまずいっしょ。これ仕事しないと。仕事しないとなんか、絵にならねえじゃんかよ。はい、仕事の依頼があったんで、そこまで向かってますね。やっぱドライバー視点が、運転しやすい。だいぶ慣れてきた、この速い車に。おい、どこだ？これか。あ、だだだだだ。はい、仕事ね、受け取りました。積み込むか？どれだ？あれを持ってけってことか。おい。ほっ！ほっ！どうだ？ほっ！もうちょっと？ほっ！え？違うの？
よっ、きた T、 これでいくか。かっけえじゃん、なんか。じゃあね、これでいこう。どっから行くの？こっちか。さあ、1700馬力でこれをね、え、ちょっと、え、こっちじゃない。あー、魔のバックじゃん。俺どうしよう、大丈夫？大丈夫じゃねえ、大丈夫じゃねえ。あ、大丈夫じゃない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 、大丈夫大丈夫じゃない。バカか、この構造。なんでトレーラーってバカだよな、本当に。なんなんだこの構造。いや、まあ他にやり方ないのかよ、マジで。ちょマジでわかんねえわ。意味がわかんない。よいしょ、さあ行くぞ。どっち行くんだ、こっちか。いや、1700馬力軽々だよ、こんなの。かっこいい。でもなんかどうやってやってもさ、なんか見たことある光景だよな。このくらい飛ばしてる人いるよな。いや、ここで100キロはねえけど、いやでもまあなんか結構近く出てる人いるよね。何なんだあれ。あ、ブレーキかけるとどうなる。おお、きくく、滑らなくなった。今度加速して、1700馬力、登れー。あ、なんか気持ちわかるな、こういうとこの坂の前になると。なんか加速しなきゃっていう気持ちにはなる。でもカーブが迫っても俺は曲がるぞーっていう。ちょっと待って、でもこのぐらいもっとうまく曲がってる人いっぱいいるよな。俺なんでこんな、なんだろうこれな、トラックマジ難しいわ。おかしいな。マジで難しいトラック。一応俺ね、アマチュアレーシングドライバーと言いつつもコースレコードまで持ってんだけど、ウインカー出しっぱなしで走るか俺。さあ、積みに積んでさ、1700馬力だとあんまりスピード出ないんだね。いやでもこれ走る競技だよな。総重量何トンがこんなスピード走ってんだ。怖えな。でもこんな人いるよね、こんな人いるよね、知らんけど。いや、このぐらいのスピード、あれ何、そんなに結構馬力あんだね、トラックって。いや、こんくらい積みに積んでこのぐらいのスピードで走ってる人、まあ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 いる。じゃあ積んでるかどうかわかんないけど、まあまあいるよな、ほんと。あ、結構これ出ないんだね。なんだ、あんまり出ねえじゃん。どいてください、どいてください。止まらないんです。なんかの映画みたいになってるけど。よいしょ、うい、難しいけど、なんかコーナリング姿勢がなんかかっこいいな、もうな。トラックかっけえ。やべえな、トラックかっこいいなって。マジでなんかめっちゃかっけえな、トラック。さあ、12速に入れていいのかな、ここで。さあ、スリップに入った。いやでもそういう人いるよな、そういう人もいるよな、普通にな。別に見慣れた光景だよな、このぐらいだと。140キロはさすがに、140キロから止まれますか。止まれるわ、余裕だわ。すげえな、ブレーキも効いて。え、お
後ろびっくりした。え、なになになに、大丈夫、プロだから。あいつらプロだから大丈夫。いや、かっけえ。あ、なんかすげえかっこいいの走って飛んでる。クラッチ蹴って登んねえ。失礼します。すいません、ちょっと避けますね、避けます、やっぱり。ちょっと1700馬力とか言って生きてた。生きてる場合じゃねえよ。全然登らないんですけど。だから1700馬力ってこんなもんなの。大したことないの、トラックで。なんやそれ、400キロ出ちゃうぐらいの。400キロは余裕で出るぞ、乗用車だったら。すいません、ちょっと登んないですけど。あ、景色すげえいい。すげえいい景色、ここ。どここれ。イタリアだね。この間からイタリア抜け出してないんだな俺。俺ただシフトしてなかっただけ。俺シフトしてなかっただけなの。失礼しました。全然分かってないね、なんか全てが分かってない。暴走する企画なのに暴走すらできないっていうね。大丈夫かこれ。あ、シフトすれば意外と、あ、出るんだねスピード。ちょっと待って、すいません、これすいません、すいません、すいませんね、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっとタイヤがねおかしいんで止めようかと思ったんですけど、で路肩走っちゃった、走っちゃいました。うわー、すごい、なんか、はい、やってきましたけどね。荒ぶってる、荒ぶってる。エンジン切ろう。事故ったらとりあえずエンジンを切る、まあ、エンジン切ってもまあとりあえずねダメだからね。なんか荒ぶってるけどね。どうなってんだこれ。え、行っちゃうのみんな。はい、まあね、スピードを出しすぎると大変なことになる。トラックのハンドルがでかいのには理由がある。これね、こんな高くで操縦してるとこんなことになりますからね。あらららららってなって笑い事じゃないわこれ本当に。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。